バレーボールアジア男子選手権の2次ラウンドでバーレーンと対戦した男子日本代表の龍神NIPPON、石川祐希選手ら主力メンバーでスタートすると圧倒的強さを見せつけ、メンバーを次々と入れ替え連携を試みる展開に ABC アジアバレーボール連盟が大絶賛しています。予選ラウンドでタイとウズベキスタンに快勝し、3大会ぶりの優勝を目指し躍進を続けている龍神NIPPON。この日は D 組2位通過で世界ランク70位と格下のバーレーンが相手でしたが、調整も兼ねてか日本はネーションズリーグでも活躍したベストメンバーで試合開始。そんな日本は第1セットの序盤から頼れるエースの石川選手がサービスエースなどで点を重ねリードすると終始ペースを握ります。連携の確認ができると選手を交代し、途中出場となっていた宮浦健人選手の連続サービスエースなどで点を重ねると25対14で先取。第2セットも高橋藍選手や石川選手らの的確で力強いアタックで序盤から大量リードを奪うと、中盤には高橋選手の連続サービスエースなどで5連続ブレイクに成功した日本。なすすべがないバーレーンのミスも誘い、最後も相手のミスで25対14でこのセットもものにします。第3セットはガラリとメンバーを変えて挑んだ日本。それでも序盤から大量リードを奪うことに成功すると、このチャンスを生かそうとコート内で選手たちが躍動。強烈な攻撃の手を緩めず、最後は西田有志選手のサービスエースで試合を決め、25対17で勝利を決めていました。今後イランや中国などアジアの中での上位チームと当たることや、9月に控えるオリンピック予選であるワールドカップに向け調整もしつつ、時には関田誠大選手らセッターを不在にし、それでも機能するか試みる場面もあり、それを見たファンの方々からは龍神が覚醒したとの声も。またこの試合後、今大会の様子を報じてくれている ABC は公式サイトで、日本がバーレーン相手に上品なストレート勝ちで準決勝進出とのタイトルで日本の勝利を報告。この記事の中で、前回大会銀メダルの日本が1セット目からバーレーンを圧倒していたことに加え、気合の入った日本は続く第2セット以降も難攻不落のディフェンス、堅実なブロック、パワフルな攻撃で素晴らしいパフォーマンスを見せ、ストレートで勝利したと選手たちを交代させても攻守ともに盤石で華麗に圧勝したことを絶賛していました。そんな龍神NIPPONの戦いをご覧になっていたファンの方々からは、3勝目おめでとうございます、いろんな組み合わせで試合見れるの楽しい、それにしてもセッター不在でもトスが上がるってみんなどんだけ万能だよ、などの称賛の声が寄せられていました。この勝利で決勝トーナメント進出を決めた龍神NIPPONは、前回2位ということでシードされ1回戦は免除、順調にベスト4入りを果たし25日の準決勝に駒を進めていますが、その対戦相手はまだ未定となっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。龍神NIPPON3勝目おめでとうございます、いろんな組み合わせで試合見れるの楽しい。面で始まったけど、みんな6割くらいの力で戦ってた気がする。もちろん手を抜いてたわけではないのだが、見事なストレート勝ちで3連勝。龍神NIPPONおめでとうございます。素晴らしいプレーばかりで、選手一人一人の活躍が光った試合でしたね。ストレート勝ちの勢いで準決勝もガンバ。
ト4進出おめでとうございます。センター不在の場面が何回かあったけど安定感すごかったな。今回もすごいプレーがいっぱいで興奮したし、これからの龍神の試合がますます楽しみになった。いろんなメンバーのプレーが見れて楽しかった。それにしてもセッター不在でもトスが上がるってみんなどんだけ万能だよ。ラン君はどんどん上手くなってるし、西田君の最後のサービスエースもやばいし、宮浦君もサービスエースすごかった。男子バレーどれだけ強くなるんだ。ストレート勝利で3連勝を飾ったのと、多くの選手がコートに長く立てたのは収穫だね。2年前はバーレーンに1セット取られてしまったけど、しっかりストレートで勝ててよかったです。龍神日本が覚醒したね。今回も圧倒的強さを見せた。メンバーを入れ替えても安定してて今後につながるいい試合だった。今回はエバデダン選手以外全員出たはず。全員バレーで決勝まで勝ち進み優勝してほしい。いつでも見る準備はできてるんだけど、この後のアジア選手権の把握できてない俺、この後は準決ってことでよい。次からは相手のレベルもぐっと上がってくるだろうから、いやもう一段上げてこのまま最後までアジア最強の強さを見せつけてほしい。見事な3勝目で次は準決勝だ。誰一人怪我せず勝てますように。いつもよりメンバー交代も多くて不思議で新鮮な感じがした。ここから相手もまた強くなるから楽しみだ。アジア選手権3勝目おめでとう。いろんな選手が出ても強いってことを世界に言えた試合だったと思う。あと2試合頑張れ。